すごくずっと嬉しく見ながら練習も続けてきました。今日京都君が生で見てくれるのはすごく嬉しいので、ちょっと一つご紹介させていただきたいと思いました。はい、それではご覧いただきたいと思います。ショータイトルはファントムオブジオペラ、愛の行方。それではどうぞ。Thank you.
では、最後に、東南マーチングバンドザ・グリフォンズ団長清水雄介より一言ご挨拶申し上げます。本日はお寒い中ウィンターマーチングパーティー京都2019にお越しいただき誠にありがとうございました。私たちグリフォンズは見ているお客さんが感動し自分たちも感動できる商品を目的に今日まで活動してきました。苦しい時、辛い時、楽しい時もここにいる仲間がいたからここまで頑張ってくることができました。いつも見守ってくださる保護者の皆様、GSC の皆様、時に厳しく、また優しく練習を指導してくださるグリフォンズスタッフ、顧問の先生方、いつも本当にありがとうございます。また本日のウィンターマーチングパーティーを盛り上げてくださった出演者の皆様にも今一度大きな拍手をお願いいたします。最後になりますがメンバー全員でお礼の挨拶をさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。これで、2019年ウィンターマージックバーディー京都2019、おしまいと終了とさせていただきます。また来年もしくは今年お会いできるのを、楽しみに、またグリフォンズの、新しいショーを作っていきたいと思います。またご声援のほどよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。